絶好の田植え日和の中、県のオリジナル品種銀河のしずくの田植えが行われました。花巻市では今日、JA 岩手花巻などが県のオリジナル品種銀河のしずくの田植え行事を行いました。今日はタスト知事も参加し、自ら自動運転機能が搭載された田植え機に乗り、30アールの田んぼに苗を植えました。タスト知事は蛇行せずに苗を植えられる最新のスマート農業の技術を体験し、さらなる農業振興に期待を寄せていました。いかに邪魔をしないかというような感じで乗っていたんですけれども、クオリティの高い銀河のしずくがさらにたくさん生産されていくということで、消費者の皆さんにどんどんご利用いただければと思います。銀河のしずくは米の食味ランキングで4年連続最高評価の特 A に選ばれていて、今年は去年より700ヘクタール多いおよそ2500ヘクタールで作付けが行われる予定です。